2つのアテナエクスクラメーションの激突により処女宮での戦いは終わりを告げた。もはや戦う力を失ったサガたちだったが、アテナはゴールドセイントたちに彼らの命を奪うことを禁じ、自分のいるアテナ神殿まで連れてくるよう命じる。そして彼らの前で、かつてサガが赤子のアテナの命を狙った黄金の短剣で自らの喉を突き死を選ぶのだった。一方、ムーのスターライトエクスティンクションにより12級から遠方へ飛ばされたセイヤだったが、ただならぬ気配を感じ12級へ舞い戻った。アテナエクスクラメーションの余波で気絶していたシリュー、駆けつけたヒョウがシュンと合流してアテナ神殿へと向かう。そこで見たものは、全てが終わった後アテナの血に濡れた短剣だけだった。俺たちは一体何なのだ。アテナを守るセイントでありながら、沙織さんが死ぬまで何一つできなかった。俺たちは無力だった。名ばかりのセイントだ。何を泣き言を言っている。その声はシオ。何、こいつが全教皇でありながらハーデス軍に寝返ったという男か。アテナは死んだ。だが本当の戦いはこれから始まろうとしているのだぞ。何をわけのわからないことを言ってるんだ。アテナの仇くらえ。コスモが燃えている限り俺は命を懸けて戦う。その程度で私に勝つつもりか。ファイト。お前のようなやつは絶対に許さない。カオリさんを無限に及んでもなくなった。アテナもセイントも地に落ちたな。お前たちの何の苦しみ悲しみはこの程度。いるがいい方法の力を。なんだと。ペガサス水星剣。これで終わりだ。ウィナー。俺は戦うぜ。全力で戦って勝ち続けてやる。これが俺の実力だ。うろたえるな小僧ども。よく聞けお前たち。これからアテナと釈迦の死の意味を、全てのことを教えてやる。そして教皇としてお前たちに命ずる。直ちにハーデス城へ乗り込んでハーデスを倒せ。何？ハーデスを倒せだと。シオ、あなたは敵か味方かどっちなんだ。たとえ死してもアテナのセイント、ハーデスなどに寝返る者が一人でもいると思うのか。ではなぜ今まで執拗にアテナの命を狙いに来たのだ。全てはこのためだ。アテナの血を受けたアテナ心臓が冥道とともに輝きを放っている。これは一体。アテナの巨大な心臓が消えた。消えたのではない。よく見ろ足元。あの巨大な像がこんなに小さく。それこそが大いなるアテナのクロスなのだ。お前たちのクロスがよみがえる時には、人間の血液を必要とするように、アテナのクロスもまたアテナ自身の血を必要とする。しかしそのことを知るのはこのシオンただ一人。ハーデスを相手に戦うには、何としてもアテナにもクロスをまとってもらわねばならん。そんな折
ハーデス側の方から私たちに誘いがあったのだ。もしアテナの首を取ってくれば、死の世界から解き放ち、永遠の命を与えるとな。私たちはそれに乗ったふりをして、この十二宮に乗り込んできたのだ。アテナにアテナのクロスのことを伝えるために。教えてくれシオン、俺たちは何をすればいいんだ。言ったはずだぞ、本当の戦いはこれから始まるのだと。アテナも釈迦も戦いを放棄したわけではないのだ。何？死んだアテナや釈迦が？それは一体どういうことなんだ。それは、ハーデス側がくれた束の間の命、どうやらそろそろ終わりのようだ。シオン！だが、その前に、お前たちに与えるものがある。お前たちもアテナの血によって蘇るのだ、ブロンズよ！これは？そうだ。アテナの血によって蘇った。それこそまさしく、最強最後のクロス。私に構うな。お前たちはすぐにハーデス城へ向かうのだ。そしてアテナにこのアテナのクロスを必ず届けるのだぞ。分かった。必ず。頼むぞ、若きアテナのセイントよ。どうこう。できればお前とは今しばらく語り合いたかった。何？すぐまた会える。そうだな。243年も待ったのだ。今しばらく待ったとしても苦にはなるまい。また会う時まで、さらば、友よ。